どうも、孤独のライダーです。ここね、岩手県で一番高いビル、マリオスってやつね。20階あるんだよ。20階。岩手県にもね、そういうとこあんだ。で、これオブジェね。オブジェ結構都会的じゃねえの。中から外を見たのはね、こんな感じね。あそこね、あの高速バスのバスターミナルなんですね。結構本数あるよ。東京まで行けるよ。余裕だよ。で、オブジェの背後にはね、高いマンションもあるね。どう？で、これ天井ね、天井。結構お金かかってんじゃないの、この作りはね。税金で作ってるからね。俺の税金も使われたかな。まあ、ビビたるもんだけどさ。じゃあ上に上がってみっか。エスカレーター登ってみるべな。で、上に何あるかなんだけども、ここにね、昔ね、国鉄の施設があったんだ。だから当時のこの、なんだろうね、これ車庫みたいなやつなのかな。これをね、移築したの、ここに。いや、また余計な金かかってるよね、これね。俺の税金もね、まだ倍使ったかな。まあ、ビビたるもんだけどさ。ね、あれ、明治何年ってあるの？ 24 年っていうの、あれ。34年 ?20 かな。で、あそこに椅子あっからさ、ここでね、あのパンなんか食えばいいんじゃね？ね、カフェだよね、カフェで。福田パンいいんじゃね？で、こういうのあんだ、これ。あ、もう国鉄の施設だったからさ。上から見たのがね、こういう感じね。しかし、人いねえな。まあ、この日休みだったからかな。どうなのかな？平日はいるの。おしゃれなカフェって感じだよね。下から上見た感じ、このね、こういう撮り方するとさ、すんごくかっこよく見えるよね。ね、まあ岩手県一高いからね。で、さっきのマンションの方見るとこんな感じね。じゃあまた下に降りていきますか。あれ、何、聖火台なの、真ん中にあるの。なわけねえよね。あれ、噴水がなんかだよね。水がピューって出んじゃねえの、光ったりなんかするんじゃねえの、夜ね。今日は休みだからさ、動いてねえんだな。で、ここ20階。展望室ね。これただだよ、ただ。盛岡市民じゃなくてもただだからね。いや、いいよね。税金は払ってないでしょ。あ、でも、ふるさと納税っていうのあんの。で、あれ、岩手さんね、岩手さん。ちょっと、あれだな、雲かかってだな。雲なきゃいかったんだけどさ。まあ、しゃあねえな。で、ここはね、東側だね。まあ、盛岡の市街地ですよ、市街地ね。結構都会だよね、こうやって見るとさ。そう言っても田舎だって言われるんだけどもさ。まあね、俺からしたら都会だよ。俺いつもだって思うよ。こんなに建物あるでしょ。で、これ見てってさ、本当俺ちっぽけな人間だと思うんだよ、いつも。だってこんなの俺作れないよ、はっきり言って。俺がさ、100人いでもさ、作れないよ。いや、自分の力で作るんじゃなくて、自分のお金で作るっていう意味ね。本当ちっぽけだなと思うんだよ、いつも。こういうところとかさ、新幹線乗ってさ、仙台行ったり東京行ったりするとさ、いや、みんなほんとこんなに稼いでんのかね、不思議だよね。100円200円高くなっただけでビー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 喋るくらいなのにさ、どうなのかね。あのマンションなんて高いよ、相当ね。値段が高いってことだよ。ここ盛岡駅ね、盛岡駅結構でかいね。あれは後ろに小町ついてないから、これ山彦だよ、山彦。盛岡止まりってやつね。各駅停車ってやつね。山彦号。昔はね、盛岡が終点だったからね、東北新幹線の。今は北海道まで行けたからさ。あれ、海運橋盛岡のシンボルね。
今度これ北に向かう新幹線だから、これははやぶさですよ。はやぶさ函館まで行っちゃうんですよ。これでね、ひとっ走り津軽海峡を渡ってくんだよ。渡るんじゃねえよ、潜ってくんだよ。もうどうやって作ったのあれ、本当に不思議だよ。本当にちっぽけな人間だと思うよね、それ考えるとさ。これ西側ね、西側、住宅地がね広がってんだ背後の方にね。あ、夜になりました。夜綺麗ですね。ここ結構あれだね、アベックで来ればいいんだね。アベックで、で女の子がさ、いやー綺麗だねーって言うんだよ。で男がさ、いや君の方が100倍綺麗さとかって言ってさ、まあそんなキザな男今いんのかな、どうなの。まあ、それぐらいキザなやつもいてほしいね、逆にね。昔はいたよ結構ね。やっぱ綺麗だね。まあみんな来るといいよ、夜景見にね。夜来てもタダだからして。